ハワイ町は、かつて、鳥取県の中央付近に位置する東白郡に、属していた町の一つである。2004年10月1日に、同郡の泊村、東郷町と合併して、ゆり浜町となった。東郷湖畔のハーイ温泉が有名。人口は8011人。面積は12.23平方キロメートル。ハワイ州ハワイ郡と、町名が同じハワイであることから1996年に、 姉妹として経ハワイ町内には、ヤシの木の並木がある。ハワイ平野には、上利性の区画割りがはっきり残る。中央部の上利性が崩れている場所が、天神側の旧稼働で、ハワイ町の中心市街地。町域のほとんどは、ハワイ平野と呼ばれる平野部にあり、上利性に基づく整然とした区画割りの農地が広がっている。中心市街がある場所は、かつての天神側の稼働にあたり、 江戸時代に稼働改修で埋め立てられた場所のため、その地域だけが区画割りが整然としていない。町の東には東郷池があり、池の対岸が旧東郷町である。北は日本海だが海沿いにハワイ砂丘が広がっている。西端は天神側を挟んで旧北条町である。南西側は倉吉市である。海岸部では東の旧白村と接している。 ハワイという地名の由来は少なくとも、鎌倉時代にまで遡る。昭和2年に作られた統合省絵図には、白井田の地名が確認され、この地名が生まって変化し、ハワイになったとみられる。天正8年頃の吉川元春書上には、ハワイ伝の地名が見えることから、少なくとも、この頃には、ハワイの地名が成立していたようである。いずれも現在は、ゆり浜町立、小学校、 編集中学校、編集鉄道路線はない。最寄り駅は西日本旅客鉄道倉吉駅となる。また、東郷池の対岸には松崎駅が存在する。以前は松崎駅前までポンポン船と呼ばれる船が運行されていた。高速道路町内にあるインターチェンジ、山陰自動車道、ハワイインターチェンジ一般国道町内を走る。 一般国道国道9号国道179号都道府県道町内を、走る県道鳥取県道185号東郷湖、線鳥取県道199号上浅津伝五線、鳥取県道20号町和田ハワイ線鳥取県道234号、東郷ハワイ線鳥取県道248号、長江ハワイ線鳥取県道320号、ハワイ東白線鳥取県道501号倉吉、 東合自転車同線鳥取県道503号、赤崎東合自転車同線、ありがとうございます。